こんにちは。アマゾイスサポーター、堀秀夫です。今日はアマゾイスで商品選びに非常に重要なカート取得について、おさらいというかお話します。まず、アマゾンのカート取得の基準。アマゾンが公開している情報は、プロフェッショナル、大口出品者でないとカートが取得できないと。これだけです。あとはね、もうこっちで推測して、どういう方法で、出品すればカートが取れるか探るしかないと。Amazon が求める望ましい出品者像を予測して、テストを重ねて取得方法を見つけ出します。でもうこれはね、もう Amazon のサポートを始めて、もう10年、10年になりますんで、ほぼこうだろうというのはね、見当がついてるんで、それに則ってサポートをしてます。ちなみに、カートが取れると、これスマホの画面ですけどね、商品を見ていくと、アドトゥーカートとあって、ここをクリックして買うと、そういうシンプルな流れになります。ところが、カートが取得できないカタログもあります。その場合は、こういうふうにね、See all buying options となって、ここをクリックすると、こういうふうにね、出品者の一覧が出てくるという状態になります。この状態だとね、当然FB を使ってて一番安い出品者という人しか売れませんので、なかなか、利益を出すのは厳しいというような状態になっちゃいます。だからカートが取れる商品で、カートが取れる出品者になると。で、これは、こうやればカートが取れる商品、見つかりますと。で、こういうふうにすれば、カートが取れる、出品者になれますというのをね、サポートしてますんで、それを、忠実に、コツコツと実行していただければ、遅かれ早かれカートを取得できる出品者になりますんでね、そうなると利益が出しやすいという状態になるんでね、続けてれば必ずそういうふうになるようにサポートしますんで、どんどん商品探しを続けていってください。またわからない点、ご報告、質問ありましたら、どんどん歓迎ですんで、お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。